三越と魚鳥をくぐる大大小倉闇祭りは、主に5月3日から6日にかけて、東京都府中市の大国魂神社で行われる、霊体祭で、武蔵国の国府祭を起源としており、東京都指定無形民族文化祭となっている。期間中は、約70万人の人手で賑わう。古く、武蔵国の国府で行われた国府祭を由来とする、 長い伝統と格式を誇る大国魂神社の霊体祭である。室町時代の文書には五月会と記録があり、江戸中から見物人が多く訪れていた。その後は地域住民の祭礼へと発展していった。かつて町の明かりを消した深夜の暗闇の中で行われていたため、暗闇祭りと呼ばれるようになった。 江戸名所図という江戸時代の観光案内においては、江戸近郊で盛大に続けられている古い祭りとして紹介され、5月5日6諸宮祭礼の図が掲載されている。また、幕末に来日したスイスの外交官、アンベールは、暗闇祭りの詳細なレポートを残しており、L.A. マズリデロキサ、M.I.A. ルトゥル・テンプル・はプレ・ル a ピュリフィケーション・でロワット、セクレーには、 祭りのイラストが掲載されている、府中市の中心部を六丁もの大太鼓と八木の、御輿が回る壮大な祭りとして知られている。暗闇祭りは、古来から続く格式と伝統を垣間見ることのできる、国夫祭を起源とする、霊体祭である。大国魂神社は、東京特部にある主要な神社仏閣より、はるかに古い歴史と格式を持ち、霊体祭は、 時代の変革とともに変貌を遂げつつも、今も古式にのっとった行事が厳粛に行われている。祭りが暗闇に行われる理由は、尊いものを見ることは許されないという古来から、存在する儀礼に起因し、神聖な御礼が神社から神輿に移りお旅所に、徒業するのは人目に触れることのない暗闇でなければ、ならないという神事の伝統がそのまま現代まで引き継がれているためである。 徳川幕府期には、現在のような信仰の形になったようで、三越渡御は午後11時頃開始され、翌日午前3時4時頃に神社に戻ったというが、1959年に午後4時渡御開始、翌日午前4時に官御開始と改められた。その後、2003年に午後6時渡御開始となるなど、時代背景に応じて、柔軟に変化している。かつては、 例大祭期間中における東京競馬場でのレースについて JRA は警察などの要望もあり警備場の重複による混乱を避けて自粛していたが前述のように2003年より都業開始が午後6時に変更となりレース時間と重ならなくなったため以降は開催されるようになっている出しで行われる府中林は府中の郷土芸能となっている また東西は2010年、武蔵府中の暗闇祭りとして、東京都の無形民族文化財に指定されている。西山社、府中林、目黒流東山社、府中林、船橋流。この影響で2002年の NHK マイルカップは、中央競馬の GI では、異例の土曜日開催となった。ありがとうございます。